失礼いたしました。続きまして、新潟県よりお越しいただきましたミキさんです。新潟県を中心に活動しているシンガーソングライターのミキさんです。初めて喜多方の地で歌いますということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さん、はじめまして。ありがとうございます。ありがとうございます。新潟県からやってまいりました。お米の国からやってまいりましたミキと申します。短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず1曲目聴いてください。ロビンソン。See you.
はい、あ、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、やってまいりました、喜多方イン、あ、男イン喜多方ということで、はい、初めての地で歌わせていただきます。本当にこの素敵な演者さんの中で、素敵な、本当に素敵な場所で歌えることができて本当に嬉しく思います。なんかすごくずっと前からワクワクしていて、昨日も眠れなくて、はい、それぐらいワクワクしてました。はい、ということで、初めましての方がほとんどたくさん、もうほとんどの方がそうだと思うんですけども、そうなので自己紹介をしたいと思います。見えますかね。すいません。実る希望と書いてミキと申します。そうですね、新潟県からやってまいりました。お隣の県ですね。はい、福島県は会津しか行ったことないと思います。はい、来た方は初めてです。そうですね、あちらの受付の隣の方にパンフレット、あ、すいません、ありがとうございます。チラシが、はい、ありがとうございます。 CD も販売しておりますのでぜひよろしくお願いします。あとプロフィールは無料になっておりますので、もう少し詳しいプロフィールがあちらに載っておりますので、ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。来た方、男を楽しみに、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、彩香さんバージョンのロビンソンという曲でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次の曲もは2曲続けて歌いたいと思います。バラの曲を2曲いきたいと思います。それでは聴いてください。Thank you.
けて聴いていただきました、1曲目が私のオリジナル曲の金曜日の夜という曲と、2曲目がスターダストレビューさんの、木蓮の涙という曲を歌わせていただきました。ありがとうございます。次の曲で最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。すごく嬉しいです。次は、1時40分から下町、すいません、ありがとうございます。下町郵便局の2階はい、2階で歌わせていただきますので、ぜひ、はい、お時間ありましたらぜひそちらも、はい、足を運んでいただけたら嬉しいです。そうですね、あちらにも、受付の隣にも CD を販売させていただいております。ありがとうございます。1枚2000円になっておりますので、もしよかったなって、さっき歌った金曜日の夜という曲も入っておりますし、これから最後に歌う曲も入っております。ぜひよかったなと思った方、ぜひ、はい、拝見していただければ、お手に取っていただければいいなと思います。はい、最後の曲はですね、そんなミニアルバムのタイトル曲にもなった曲でもありますし、福島県は放送されたのかな、4月に開校されたばかりの NSG の、新潟公立大学校さんという学校の CM ソングにもなった曲にもなります。皆さんも日々仕事や夢、希望などもたくさん持っていらっしゃると思うんですけども、そんな日々皆さん頑張っている皆さんに何か背中を押して頑張れという気持ちを込めて作った曲になります。とてもキャッチーな曲なので、一緒に乗っていただけたら嬉しいです。本当にベルハートさん、ありがとう。ベルハートさん前のステージ本当にありがとうございました。ありがとうございます。その次の後の郵便局さんと、明日も、北方バルさんでもあります、歌いますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは聴いてください。Run for my dream。
ミキさんの、歌声でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。